稲田谷です。今日はですね、ちょっと淡路島の方にね、キャンプに行こうと思ってます。で、まあ、今からね、明石海峡大橋、渡りますけどね、まあ久しぶりなんで、2回目かな、ウィークになって橋の方な、まあ、また横風がちょっと気になりますけども、まあね、その辺ちょっと動画としてね撮っとこうかなと思います。素晴らしい吊り橋やな。50、横風はそないきつくはなさそうやけど、まあ今80キロでね走行してます。安全に。
い玉ねぎ豚。いただきます。お菓子あげたね。この間はびっくりしたな、お菓子焼き。あ、それソースはそんなに入れてた、入れてた。粉の成分がちゃうだけやった。お菓子焼きとたこ焼きの違い。小麦粉以外に何粉が入ってる？なんか入ってるって。聞いたことないですよ。キャンプ前やからこれぐらいにしとかんと。また食べ過ぎない。玉ねぎ豚。やっぱし、タコがね。玉ねぎ多め。よくわかんない。生地美味しい。なしか景色がこれやもんな。この景色。うわ、めっちゃめぐれたこれ。そこが丸見えない。これはなんかベロッとめぐれて、それはあの慎重にやらなかった。そうなの。最近できたよな、その。そう。気になってるもの。そう。そうやね。それをね、チラッとね、あの通るんで、ちゃんと。ちょっと気になるところが去年にできたっていうから、そこへぜひ行ってみたいです。いや、信号がないからこの道大好き。ああ、見えた。何見えたぞ、先に。え？どれ？見えたぞ。いや、まあだいぶ先。白いのが見えたで。白い右側に右側に光って光ってあれちゃうかな。ああ、急に大きい声出してすみません。なんかいや、ありがとう思うわ。お目当てやな。うん、今日のその時やな。え、何それ今日のその時って臨時駐車場。ほら、臨時駐車場があるもん。え、それの。そう、めっちゃ遠いんじゃん。そうや、歩けってことか。嘘や、そんなひどいな。あの子のトレードマークのリボンの絵が描いてあったもん。ほんま、うん、もうちょっとやな。もうちょっとや。なんか見えたもん、臨時駐車場ってめっちゃ遠いで今の。うん、遠いね。遠いわ。確かにこれは川沿いの道しかないから、あんまり開けたとこないからな、この辺は。カフェはおしゃれなカフェは何店か作ってるみたいけど、こっちあるある、ちらほら、うん、今も一軒通ってきた。ほら、見えた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 。あれ見えた、ほらなんかあるな。あれ耳やん、ほら。できた当時はね、なんか渋滞でね、入るの大変やったらしい。そう。いや、ものすごくあのレストランね、ちょっとあのお値段がお高いっていう噂。見たかってんで。
スミレもええな。いいさね。おかしいやろ、臨時駐車場みたいな。違う臨時駐車場だって書いてあったもん。そうな、書いてたもん、臨時駐車場っつって、あの子のリボンマークついてたもん。どんだけ遠いね。あそこからだからバス出してくれるんじゃん。あ、来た来た来た。ほらほら、ここも駐車場。え、ちょっと待って、駐車場第一駐車場ここだ。入れるんかな、止めようか。あ、でも開いてないんじゃない。ここはな、あの結構有名やな、来てる人も多いけど、うん、私らは初めてなんで、ここ来るの、うん、ちょっとじゃあね。あ、あった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 。目的地に到着しました。ルートガイドを終了します。まあこれやな、うん、ちょうど。ステージです。横に車ね、もう2台分ぐらい止めるぐらいの広いスペースがありますけど、でこれね、トレーラーハウスのような、一応引っ張れるようになってるから、まあ前にはね、この庇がこれだけあるんでね、雨降ってても大丈夫ですね。こんな感じでね、広いから。で AB、 これうちは今回 A なんですけど、 AB がちょっと狭くて ABC かな、その後がなんか広くなってるみたいです。で外部コンセントもそこにねありますし、テーブル広いなこれ、うん。で外側に、まあ、階段があって、1段あって、外のシンクがあります。ドアはね、鍵一つだけかな、あれ、うん、こんな感じかな。で中はフローリングで、おお、いいんじゃない、エアコンありの、2段ベッドですね。でもう布団引いてます。まあ12分の広さですよね。ここが、換気扇ありの、照明があって、窓があって、こうシンクがありますね、ちっちゃいシンク。でこの辺はなんか引き出しかなんかついてるかな。これは関係ないんかな。で下にコンセントはついてますけど、これ冷蔵庫がねついてます。であとは電気ポット、ティファールくんで、包丁、まな板、まあ、コップとかね、こんな感じで。冷蔵庫はね、女性表室とあれ分かれてますからね、こんな感じでね。
これ真夏はいいかもしれませんね、ここ入れとったら。で、ここは、トイレですね。トイレ。はい。洋式ですね。綺麗ですね。換気扇も直についてますから、匂いの心配ないですね。次の人が入るのね。窓もついてくれてんのが嬉しいな、これ、トイレにちゃんと。スリッパを置いてくれてます。よいしょ。これをね、使おうって。でね、まあ、大きくなると お風呂とかもね、ついてるんでね。で、ここはトイレの電気かな、これ。こんな感じ。で、ゴミ箱と、大きい、ちりとりかな。テーブルがね、ちゃんとあるのと、まあこれ外の窓ね。もう管理棟の方があっちなんでね。まあこの窓があると。一応キーか？開けれるのは開けれますね、窓は。洗面所ね、鏡あって。で、ベッドとね、それ以外にもね、まあ壁際にハンガーがあって、でまあテレビね。テレビついてます。で、電源、外の電源かな、これ、コンセントかな。リモコンで、下の方にまたコンセントありますね。一口は使えるな。あと、ベッドの方は、2階の方がちょっと狭いですけど、それでも、一人ではデカすぎる大きさですね。ダブルはありますね。ダブルの広さ。頭のところに電球、電気、ありますからね。照明。天井は高いですけど、全然圧迫感ないと思います、これ。6800円です。まあ、普通はね、4人ぐらいで使うんでしょうけど、まあ、2人で6800円だとちょっとね、割高にはなってきますけど、テレビエアコンついてね、この値段やから。まあ、この時期だけみたいですけどね。以上です。荷物中へ掘り込んで、ちょっと休憩です。ね、3時過ぎ、3時半ぐらいかな？あ、3時半ぐらいかな。ちょっとね、ティータイム。スフレチーズケーキ。もうほぼ家。ほぼ家やな、もうこれになったら。これは飲めなかった。飲めなかった。いや、そんなん好きなだけ食べてください。結構なボリュームや。うん。じゃあいただきます。いただきます。どう？チーズケーキ。まあまあやな。山崎春のパン祭りのシール貼ってる。あ、そうね。まあまあやだ、失礼か。いや、あんまり食べへんからさ、こういうの俺。うん。うん。キャンプ張れるあのサイトを囲むようにして、うん、コテージが立ってる感じやね、これ。そうやな。で、ま。全く斜めのところがなく、フラットやな、うん、だから広いグラウンドの中にキャンプ場、うんうんうん、広いグラウンドがキャンプ場ですみたいな感じやな、うん、だから下は全部土やな、うん、緑や芝生ではないな、うん、で昨日はちょっと雨降ってたんで、うん、ちょっとジュクジュクはしてるけど、なんか見た感じで、管理棟の方も、うん、あの道具がすごくあの豊富に揃ってるんで、何か合わせたと思っても、うん、言ってたね、うん、道具からあの調味料から、うん、で、氷アイスまでいっぱい揃ってんね。なんか、あれかな、ファミリー向けなんかな、ここは。そうやな、ね、レンタル道具もいろいろあるみたいだし、うん、まあ、気軽に来てくださいいう感じやろな。
お風呂はないから、コインシャワーはあるから、うん、まあそれで済ます程度かな、うん、夏人多いんじゃない、ここ、うん、多分ね、夏やったらもうシャワーだけで十分かな、うん、今日は管理人さんが平日なんで5時になったらもう閉めますって言ったかな、そう、管理棟はね、うん、うん、土曜日は8時、普段は8時までですけどって言ったんだね。で、非常用のなんか連絡先の電話番号だけ書いておきますか、書いてるな、うん、そうみたいです。晩ご飯はね、中ではできないんで外で食べて、で、寒くなってきたらこの末に煮込む作戦やな、うん、なんかもう私早々に入りそうな気がするけど、うん、外は今日は風が冷たいけどな、あったかいあったかいもん、このキャンプと呼んでいいのだろうかっていうぐらいな、キャンプじゃん、キャンプとは言えないでしょ、うん、まあ、そんな感じです。